充電するの忘れてた。なんかかっこよくない？いや寝てない。ずっとベッドでゴロゴロしてた。寝てないんだよ。もう今日オールしようと思って。からその手伝い、あの前新しいなんか機械うちに来るの。リコ荒れてたね。ずっと見てた。なんか彼氏、元彼と喧嘩してた、あれてた。あ、酔っ払ってなんかあのあれはよく分かんなかったな、途中で見たから。なんか佐々木さんと佐々木さんとみん佐々木さんがお会計をなんか支払ってくれてて、それをなんか酔っ払ってみこが勘違いして荒れちゃってたやつでしょ。でもその後の方が荒れてた、彼氏と元彼と。金の下りはよく分かんない。見てたよ。だって炎上してたんだから。緊張してたから見るでしょ。大丈夫かよ。あいつ大丈夫か。見ちゃいけねえのか。山田くん救ってあげて。いいよあいつ。私のこと口がって言いやがって。ケイトだって言ってたって。ケイトでしょ。眉の煮卵食べて。分かんない分かんない、見てない。それは見てないから分かんない。あの昨日どうでした、あのテンストさんとあのコラボね、どうだった。あれもう一個出とこ。どうだった？テンストさん話しやすかったな、まゆ。テンストさん。なんか誰とでも仲良くなりそうだよね、天然さんって。私もっとね、ほら男性じゃん天然さんがさ、だからなんか女性リスナーさんに嫌われちゃうかなって思ったけど。
そうでもなかったね。それってなんで？つまんなかったっつうか、つまんないって言ってる人はあのあれじゃない、炎上を求めてたんじゃないか。普通にあのリスナーさんは楽しいと思うと思う。で、やじ馬の人はつまんないっていうのかもしれないけど、どうなってんだこれ。大豆でも仲良くできるのか。帰宅してからもまあ転送さんやってたしいいかなと思ってゴロゴロしてた。あれなんか音楽いつも何つけてたっけ。これでいいか。今日ねちょっとねリア友来るから配信遅くなるから朝やっとこうと思って朝、うん、転送さんとめいちゃんと。でもなんかさ違うんだよ、しすぎるとダメなんだよ、おかしいだろってなってくんだよ。あれはなんか珍しい買ったからさみんなが受け入れてくれてたんじゃない。できてない。ずっと痛いよ。美顔機能をつけてるんだけどさ、これ美顔機能つけてなかったらもっとジュクジュクしてるからね。これうん、肌荒れつーか違う、あの脱色ね、脱色を眉毛の脱色をしたまま寝ちゃったのそしたら溶けてさビリビリ、こうやって描いたらビリビリって皮膚がね、で透明な液体がダラダラ出て薬塗って、これ3日目かな、初めて。もうみんな気をつけた方がいいよ。痛いよ痛い。向こうおはよう。おはようございます。みんな寝た？私寝てないんだよ、昼夜逆転してるからさ。昨日確か夕方の5時に起きて、だいたい最近さ朝の10時とかに寝てんのか。でも今日ちょっとオールする、ちょっと大掃除して、うちこうね、Wi-Fi のやつちゃんとしないと、電波悪いからさ、うち。10時に来る。そう。おはよう。何？悪いことしてたでしょ。これ。これ何？これ。これ。みこ大丈夫かね、うん、昨日白くんと横幅変わらなかった。私なんか体でかいのかな、なんかでかいのかな、なんかデブってわけじゃないけど、いや私ねちょっとでかいかもしれない。デコルテ姉さんと身長が3センチしか変わんないんだけどさ、デコルテ姉さんの方がちっちゃかったよね、肩幅が広い借り方。いやもしかしたらあの
モデル体型なのかもしれない、うん、あの外国とか、うん、骨は太くないんだよ、うん、ちょっと男っぽいのかもね、から体つきが、わかんないけど、うん、男っぽいのかな、うんうん、水泳してる人の方、うん、そうだね、華奢ではないかもね。だから私って太ったら可愛くないんだよ、太るとしっかりする型だからさ、うん、マユはね、ぽっちゃりしたらマジで可愛くない、うん、ガタイがいい。ちょっとそれね、最近気づいた、うん、それかなんか女性配信者がみんなちっちゃいんじゃない、うん、顔はでもまあちでかくはないけど、うん、ね、みんな起きてたの？今日は何するの？日曜日皆さん、ご飯作りたいけどさ、もう気力がないわ。洗い物する気力がない。あとで大掃除するからもう、荒れてるね。荒れてるのは心の乱れ。これダメだよ。おはようまゆちゃん、あすーちゃんありがとう、うん、家族で外食する？日曜日だもんね。あ、今日奈々ちゃんやってないのか、日曜日。洗い物面倒っつうか、なんか大掃除するって決めた前日はしない。うん、貯めてもうどっちみち今日やるから、もう気力ないね。ウーバーしちゃえ。あ、うん、今日はね食べに行くと思う、食べに行くと思う。そういえばさ、なんかさ、シロくんさ全く連絡来なくなったよ。次のストックに行っちゃったんかな。シロくんにもちゃんとありが、昨日はありがとうっつっとこ。前のご飯配信、今日はしないかな、今日はしない、今日はそう予定があるからさ、またダイエットする気？12も何なの？ダイエットしてないけどね別に。なんかあの、私がもう常になんか食べてるとこをなんか見せないといけない感じなんなんだよ。硬いがいいって言われてるの気にしてない、ポジティブだから。気にしてない、特に気にしてない。気にしてるのは手の甲ぐらいじゃない？
この骨が浮いちゃう。これはもう昔からなんだよ。そうだよ、 AB 型テンストさんも AB 型。テンストさんなんかテンストさん喋りやすかったな、 AB 型同士で。リコの配信見てたよ、ずっと見てた。あれはなんだろうね、なんか普通に思うのがさ、あの多分いや、うん、まあ最近結構よく炎上してるじゃんあれって。あ、まあ周りが見たら多分面白いけどさ、でもやっぱ結構疲れるしね、メンタルも来るし、やっぱなんかこう昼食やってで趣味でたまになんかこう週、ね、週1とかさ、2週間に1回とかさ、うん、にした方がいいんだと思う。なんかあれはなんか精神から来てるよね。だって普段前は仕事してる時はね、もっとそんな感じじゃなかったし、もっとこう柔軟だったしね、考え方とか。前大学行ってない、前高卒だからね、別に幸せじゃん環境的にはさ。一軒家に住んでて、猫と犬がいて、優しい彼氏がいて、わざわざね、配信じゃなくてもいいのにね。やっぱうまくいかないしね。配信やってると彼氏とうまくいくってマジでないと思う。辞めさせたがるっていうか、辞めさせたがるとかじゃなくて、その方がいいんじゃないって。うん、あーなんかさ、私さ、さとみさん昨日さ、私配信してる時にさとみさんがコラボ上がってきてくれたの見た？あ、ありがとうございます。テンストリスラーさん、さとみ、金ちゃんの元カノのさとみさんが枠に上がってきてくれてて、まあ私これ言わなかったんだけど、実はさとみさんって私に匿名で投げてくれてたりとかしてたのね。だからまあ私のことはまあなんだろう、結構配信見てくれてるらしくって、まあでもその外部やってるからさ、さとみさんって。だからまあその話はしなかったんだけど、昨日久々にふわってやっててね、さとみさんがね。でコラボバトル上がってきてくれて、コラボで、でさとみさんから、あの まゆさん、あのコラボしてくださいって言われて、あのさとみさんから、え、いいですねって話してたんだけど、そしたら、いや私から言ってるわけじゃないんだけどさ、あっちの方でコメントめっちゃ荒れたらしくて、絶対前とコラボするなみたいな。でそれでちょっと さとみさんのちょっと考えときますで終わったらしい。私誘われたんだけどね、さとみさんに。